1> 第1号輸送艦は、日本海軍の輸送艦。第1号型輸送艦の一番艦。全21隻中最初に竣航し、最初に沈没した。マルセン計画の計画名特無監督型、第2901号艦型の一番艦。歌唱艦名、第2901号艦として計画。1943年11月5日。 三菱重工業横浜造船所で建造番号550番線として寄港。1944年2月5日、第1号輸送艦と命名されて第1号型輸送艦の一番艦に定められ、本籍を横須賀鎮守府と仮定。2月8日浸水。5月10日竣工し、本籍を横須賀鎮守府に定められ、連合艦隊付属に編入。五月十九日、 3530戦団を護衛してサイパンへ向け東京湾発6月1日現在軍隊区分校直接護衛部隊に配置6月5日3530戦団はアメリカ潜水艦軍の攻撃を受けて2隻が平来沈没し本艦は第33号区選艇第55号区選艇らと対戦相当を実施7日サイパン行き 同日、軍隊区分校直接護衛部隊から除かれ、連合艦隊に復帰。11日、第6号解剖艦らとともに、広志純丸と民党丸を護衛し、サイパンを出発。12日から13日にかけて、アメリカ艦上機の空襲を受けて損傷し、航行不能となる。本艦は、民党丸に栄光され17日パラオに到着後、在パラオ公務部に引き渡し、 護衛の特設苦戦艇第十一湘南丸も被爆のため航行不能となり、こちらは広島丸に栄光され、パラオに到着する。7月27日、パラオで空襲を受け沈没。9月10日、第1号輸送艦は、第1号型輸送艦から削除され、帝国輸送艦席から除かれた。ニーボリ・マサオ少佐・ 1944年4月24日から1944年5月10日、ニーボリ・マサオ賞作、1944年5月10日から1944年5月18日、飯川直ワ・少佐、1944年5月18日から1944年8月1日、マルスペシャル及び特務官一般計画要領書による、日本海軍特務官戦史では、 保護官本式水管管2機とあるが、第13号輸送艦や、第16号輸送艦など、第1号型輸送艦が装備した艦は、形式名が、3号津2901型ロゴを重油戦唱艦、である。ありがとうございます。